ジョン・クレイグ・バラは、アメリカ合衆国長老協会の教育宣教師で、ある。ジェームス・ハミルトン・バラは実刑。1842年、ジョン・クレイグ・バラは、アメリカ合衆国ニューヨーク州デラウェア軍ダベンポートで、オザク・ミノリに従事していたジョン・ハミルトン・バラと、アンピー・クレイグ・バラの間の五男五女の四、男として生まれる。ジェームスの誕生直後、一家は、ニューヨークに引っ越し、また、 ロングアイランドのヘンプスティード、次にニュージャージー州テナフライに移住する。地元のテナフライ学校で初等教育を修了し、チェリーアカデミーに進学し、数学、天文学、土木、商業簿記などを学んだ。1846年に母校のテナフライの教師になる。後にミズミリ州のウエストポートアカデミーで準学長を務めた。また、 教会もエストポート長老教会に転籍する。アメリカ・オランダ改革教会宣教師で、兄のジェームス・ハミルトン・バラアメリカ・オランダ改革教会から派遣され、日本いた兄のジェームス・ハミルトン・バラが1872年に日本キリスト公会を設立して、仮牧師として巻会に専念することになった。それまで、ジェームス・ハミルトンは、弟のジェームス・クレイグに、 ジェームスが教鞭をとっていた、洋学校の愛、社道の教師の代役を依頼する。これを受けて、バラは1872年6月に来日し、高島カエモンと契約を結び、愛、社道の教師になる。途中、県立州文館と合併し、横浜市学校になる。火災で信仰者が消失して、野毛山に移転し、市中教州文館に改称する。 1875年に契約満期終了により、終文館を退職する。1875年8月16日に、米国長老協会、ヘンリー・ルーミスの詩式で、リディア・ベントンと結婚式を挙げて、横浜山手九番に新居を構える。そして、夫人と共に、米国長老協会在日ミッションへ加入を表明し、8月30日に、承認された。それ以降へ、 ボン塾の男子クラスを受け持つことになった。1876年1月に JC ヘボン夫妻は塾をバラに任せることになり、それ以降バラ塾と呼ばれることになった。バラの教え子は熊野雄七石本三十郎、ハットリヤ松村海石などがいる。1877年、米国長老協会ミッションは、 アメリカ・オランダ改革派協会とスコットランド・一致長老協会と共同で日本キリスト・一致協会を創立する。日本人教職の養成のために東京・一進新学校を設立した。この神学校に人材を送り込む教育機関として1880年に月地大学校が設立された。バラが教頭になり、専任教師にウィリアム・インブリー。 O.M. グリーンらが就任した。1881年からは、月地大学校の校長になった。1882年に一時帰国する。帰国間際に、妻のリディアが肺炎で死去する。1880年代半ばの、アメリカ合衆国長老協会東京ミッションのメンバーの家族の集合写真。最高列左から3人目が、妹のアニーバラ。 前から2列目の左から3人目が5歳、レベッカ、バラはその右隣、千八1884年9月7日の再来日の1885年バラはレベッカホールズと再婚した1886年に東京一新学校、東京一英和学校、英和予備校が合併して明治学院が設立されたそれからバラは普通学部の教授として 天文学、母規学を教えた。また、40年にわたり、在日長老ミッションの会計を務め、健全なミッション運営に貢献した。1920年11月15日に、鎌倉で死去する。亡骸は、随季義人の明治学院墓地に、レベッカ夫人と共に埋葬されている。ありがとうございます。